ゲナルカエウムシュンビオスムはアクシーネラ属海面に共生する古細菌のミキサイ種である。1996年にアクシーネラメキシコナから発見された。A メキシコナをはじめとしたアクシーネラ属の海面に共生している。A メキシコナに共生する生物としては唯一の古細菌で共生微生物の約65%を占めるという。百九十六年に 極限環境微生物ではない個細菌として初めて発見された。2005年にナイトラサプマラスマーティマスの純粋培養系が確立されるまで、ほぼ10年にわたって海洋性個細菌唯一の培養株であった。単独での培養は困難であり、未だ正式には発表されていないが、A メキシコなどの共培養で比較的良い値維持が可能。 ゲノム情報や禁煙種 N マーティマスの性質からアンモニアを参加するアショウ酸菌であると推定されている。16S な系統解析からはクレンコ細菌の深い位置に属していると見られている。基地のクレンコ細菌とはゲノム構成や性質がかなり異なっており、2010年以降はナイトラサプマラスなどと合わせて独立の門を設定する場合が多い。ありがとうございます。